皆さん、こんにちは。囲碁が大好きな、クラステングのクーロンです。今回の盤上ヒストリーは、先日囲碁資料室で紹介した、日本初の内語集、五伝記に掲載されている、棋譜について解説します。こちらの棋譜は、五伝記が刊行された、平安年間あたりに打たれたと考えられる、安井三智と、中野武鉄斎の対局です。安井三智は、安井家二世で、名人三智と言われた人物。鉄斎は、安井家一世三鉄の門下で、両者の現存する対局は、50局を超えています。この当時、多く打たれていた空き隅の打ち方は、二通りあります。それが、黒の1、3と、白の2、4です。白の打ち方は、向かい小目と呼ばれ、黒が向かい小目を打ち、白がこの黒のように打つことや、両方が向かい小目、両方が黒のような小目を打つというパターンが多く見られます。この打ち方は、少し前の本因坊算砂や中村道石の時代には見られず、黒1の小目に対してはすぐにかかり、そこから戦いになることが多かったようです。また、数の地の、本因坊道作の時代も、黒1にすぐかかる碁が多く見られ、再び、序盤が四隅に配置されるようになってくるのは、もう少し、後の時代のことです。よく、江戸時代の碁は、布石の勉強にならない。秀作など江戸時代後期ならともかく、道作の時代については、中盤以降が勉強であると言われているのは、現代とは、序盤の感覚がだいぶ違うためと言えます。この碁は20手までしかありませんが、続きを見ていきます。この頃の締まりで最も多いのは、大ゲイマジマリです。白6、黒7は、現代の目から見れば違和感がありますが、この後の黒9から13までの布石感覚は、現代と比べてどうでしょうか。このように打たれている方も多いのではないでしょうか。この棋譜は、布石の段階で終わっていますが、この時代の考え方を知る上で、重要な棋譜だと思います。序盤は、隅に、すぐかかるという打ち方が、主流の時代における、三智と鉄斎の碁を見た、主に、造形の深いプロ棋士は、両者の序盤は、当時としては斬新なものであったと、評しています。